はい、こんにちは、笠谷です。例年ですとですね、この時期ガラシャ祭りがあるわけですけれども、やはりコロナの影響でですね、それが中止になったというのは、大変残念でありますけれどもですね、その代わりにそのこのビデオにおいて、画像においてですね、リレートークという形でガラシャさんの問題をですね、いろんな角度から考えていきたいというふうに思います。で、一番目が私が担当することになりましたけれどもですね、10月の9日にですね、開催されましたこの長岡市立図書館の読書講演会のその内容を最初に放映したいと思います。これはガラシャさんの生涯について考えたもので、特に彼女がですね、何故にこのキリスト教に入信したかね、これは皆さんも大いに関心があるところかと思いますが、その問題を私なりの立場でですね、考えてみました、どうぞご覧いただければと思います。講演会を開催させていただきます。今回ご講演させていただきますのは、国際日本文化センター名誉教授の笠谷和彦先生です。 NHK のその時歴史が動いたや BS 歴史館、英雄たちの選択などにもゲストコメンテーターとして出演されております。著作に関ヶ原合戦と大阪の陣、武士たちの先進史、徳川家康などがございます。それでは先生、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介に預かりました笠谷でございます。実は私、この長岡の在でございまして、ね、このご近所なんですが、そういうご縁もありましてですね、細川ガラシャのお話をさせていただくことになりました。細川ガラシャにつきましてはですね、皆さんもいろんなところで聞かれているかと思いますが、私は今日ですね、そのガラシャが何故に、つまりキリスト教に改心、改宗したか、ね、入信したかという、その動機面について、従来の見方とは少し違う方向をですね、ご紹介したいと思います。やや仮説的でありますけれどもですね、やはりそれは落としてはならない観点ではないかと思います。ガラシャの入信については、例えばそのこの近在ですね、高槻のですね、高山右近の影響であるとか、いろんなことが言われておりますけれども、私はやはりこのガラシャのこのキリスト教入信にあたって重要なのは、やはりこの本能寺の変です、ね、つまり彼の父光秀がですね、謀反人という形でですね、非業の最後を遂げ、しかもその処刑の仕方も非常に残酷なものでありました。彼女の心にですね、大きな傷跡を残したということはもう当然でありますし、謀反人の娘ということの、そういう負い目というものもあるかと思います。彼女の一族はみんな要するにですね、近江の坂本城でもってですね、最後を遂げているわけでありまして、そういう中で忠興の妻だということで命はなくられたわけでありますが、いろんなことにおいてですね、やはりこの本能寺の変のこの影って言いましょうか、それを抜きに彼女のキリスト教入信というのは考えにくいと思うんですね。やはりその観点を強く言うべきだし、そういう意味においてですね、このガラシャの生涯をこの本能寺の変の流れの中に捉えていきたいという、それが概略、私の見方であります。後で具体的にそれのお話をしたいと思いますが、まずガラシャ自身のですね、生涯を追いたいと思います。名前についてですね、細川ガラシャじゃない、明智ガラシャだというふうにですね、言われる方ありますけれどもですね、それを言うんだったらですね、明智ガラシャじゃないですね、これとガラシャって言わなかったらいけません。明智光秀と我々言ってますけれどもですね、彼は晩年は名字をコレトーという名前に変えておりまして、コレトー日向守光秀ですね。だから実家の名前をもし取るとするならば、明智ガラシャはおかしいわけで、コレトーガラシャと言わなくてない、
当時におけるその女性の名字はですね、結婚することによってまさに今のまさにですね、別姓になるのか同姓なのかって実は非常に難しいところであります。かなり実家の関係が色濃く残ることは事実でありましてね、細川からしたともいい、明智からしたともいいわけですが、あえて言うんだったらそれだったらこれ遠からしゃと言うべきだろうという、そういうツッコミも出てくるわけでありますが、ここではやはりもうガラシャっていう、もう一人の女性人格としてですね、捉えていきたいというふうに思います。で、年表に即して見ていきたいと思いますが、彼女はまず越前の国で、誕生しております。名前は玉、玉は玉を書くあるいは詩を書くということもありますが、光秀が越前の国に在籍している頃、朝倉義景のもとにですね、帰郷している頃に彼女が生まれたというふうに捉えています。でこの光秀のこの越前帰郷というのは非常に重要な契機になりましてですね、その頃ちょうど後で15代将軍となります足利義昭一行が、越前の国へ、流れていきます。でこの足利義昭を助けて、この越前の国へ連れてきた一人が、この後で名優となります細川藤孝であります。後に隠居してから細川雄斎と名乗る彼でありますが、彼がやってきた。そこでもって光秀はですね、足利義昭一行と出会い、あるいはまた細川藤孝と出会うわけでありますが、ここで彼は足利義昭の奉公衆、家来ですね、家来という形に組み入れられた。足利義昭のこの家来帳の中に、奉公衆の中に彼の名前が出てきます、光秀の名前が出てきますので、この時期に彼が足利義昭の家来に組み込まれたというのが分かるわけでありますが、後々光秀の出自についてはですね、細川藤孝の従者であると書いている資料がいくつかあります。細川藤孝のもともとは要するに若党足軽であったとまで書いている資料があるわけですが、それもここと考えれば実はついつまが合うわけでありまして、細川藤孝は歴史とした歴々の足利幕府の奉公衆、そして光秀はですね、この越前の国で急遽抱えられたいわばにわか奉公衆とでも言うべきもんですね。そういう時によくですね、この光秀を細川藤孝の与力という形で編入し、やるというのはこの当時もよくある方でありますので、おそらく光秀はこの時に細川藤孝のこの与力という形で、細川藤孝の抱え分という形で、足利義昭の傘下に入った。そうすれば光秀は元細川藤孝の従者であったという説と整合するのではないかなというふうに思っています。それから、あとはその光秀のこの生涯になるわけでありますが、結局義昭を織田信長と渡りをつけましてですね、そして義昭を京都へ上洛し、そして15代将軍につけると、こういう形になりました。そこからして、光秀は信長の家来でもあり、また義昭の奉公衆でもあるという、そういう二重の性格を持ちながらやってたわけですが、信長と義昭がだんだんとこの対立関係になる中において、光秀は信長側につくという形になるわけでありますが、彼が最初に城主になりましたのが近江坂本城でありますが、これはその前にありましたいわゆる叡山焼き討ち、比叡山焼き討ちですね、比叡山焼き討ちに功があったというのはちょっと聞こえがあまりよろしくないわけですが、この比叡山事件においてですね、光秀が大いに働いたというその功績で、叡山の麓をですね、坂本の所領が与えられた。最初に彼がこの坂本の城主となったということであります。でその後光秀はですね、信長のもとでどんどんこう頭角を現し出世をしていくわけでありますが、天正6年、この玉子はですね、15歳、ものの本によって16歳と書いているのは万で数えるか数えで数えるかと、当時は数えで数えますから16歳と書いているものが多いわけですが、今日的に言うと万年で万年で言うと15歳、数えで言うと16歳、その時に、
この藤高の息子忠興、ね、これと結婚したとなりますが、この忠興もですね、実は同じく永禄6年の生まれでありますから、この二人は実は同い年であります、ね、まさによく似た者夫婦といいましょうか、ちょうど頃合いでありましたんで、これは信長の命令によって、婚姻をしたと。もともと細川藤高と光秀はその越前時代から非常に深い関係にあったわけですが、ここでさらにこの玉子をですね嫁がせることによって細川家と、この明智家ですねが非常に強い絆でもって結びつけられることになったということであります。でもうこの頃になりますとですね、だんだん光秀の方がですね、のしてきまして、もともとは細川氏高の従者だったんですが、もうそれはもう消えてしまってですね、むしろ光秀の方が藤高を上回る大領主という、大大名という形で、成長する時期になるわけでありますが、まあ、しかし、細川家とは良い関係で、で、そう、この頃になるとね、むしろ光秀の方が主でですね、細川氏高がそれの与力という形にむしろこう転じていくと、天正6年7、8年というあたりになりますと、光秀の方がむしろですね、全体を統括する形で藤高がそれの与力という形でありますが、でもまあいずれにせよ両家は非常に良好な関係を取り戻っていました。で、この頃ですね、細川藤高、それこそまた名前の話になりますが、我々は細川藤高って言ってますが、実は名字は長岡であります。この潮流以上にですね、領地を持ちました関係上ですね、我々が言う細川忠興と、忠興の方ですね、細川忠興の方はですね、長岡与一郎忠興、これがこの頃 の正式の名前でありますので、まあ、この長岡在の方はですねそのこともぜひ覚えてください。長岡与一郎で、後にですね、秀吉の傘下に入りますと、今度は彼は羽柴与一郎忠興という名前になります。だから細川という名前はですね、忠興はなかなか出てこないんです。忠興がですね、細川姓を名乗るのは実は関ヶ原合戦の後なんですね。関ヶ原合戦の後ですね、家康からその頃は羽柴与一郎って名乗ったわけですが、細川本家、いわゆる細川勝元の家柄ですね、それがもうすでに没落して亡くなってしまってる。細川藤高も細川忠興も実は両方とももともと細川を名乗ってるんですが、実は傍流家をそれぞれ引いてるわけですが、その細川本家がもうすでに亡くなってしまったし、で現在忠興はですね、長岡姓あるいは八葉姓を名乗ってたわけですが、この際細川を名乗れと、これは家康の命令でありましてですね、家康の御下命によって関ヶ原合戦の後、忠興は細川姓を名乗り、そこからまあ細川忠興、正式に細川忠興になると、ね、いうことであります。まあ、後に彼は隠居してからは三歳、三つの斎藤の斎と書いて三歳と言いましてですね、千利休の筆舌の一人と言われている茶人として、彼はまた、文化面でまた名を成すわけでありますが、まあ、それはともかくですね、彼はこの周遊城に由来してですね、長岡姓を名乗っているということであります。それからこの細川家はさらに手柄を立てました。関係上ですね、丹後半国の領主という形で、宮津城に移ります。でもまあ名字は宮津にならずに、そのまま長岡をずっと名乗っているわけですけどね、親父さんの方は細川ですね、細川を藤高の方は細川を名乗っていますが、息子の方は長岡を名乗っております。で、宮城に行くわけでありますが、まあ、この頃に忠興との間にですね、まあ、随分な子だくさんでありまして、これ全て要するに玉子の書生であります。この頃の女性って非常に何て言いますかね、多産って言いますか、元気でありましてですね、全部これ即一腹じゃなくてですね、全部玉子から要するに誕生しているとなります。
そこにあります忠敬とかですね、沖明とか忠敏で、特にこの忠敏が、忠興の次のですね、熊本藩主という形でいくわけでありまして、熊本細川家はしばらくの間このガラシャの血統が続きます、ね、ところが途中で、まあ、耐えてしまいまして、文系から来てましたんで、後の熊本藩主はガラシャの血筋は引いてません、ね、ただその五竜家の方にですね、この忠敬の家やったかな、拝着されました忠敬の家からですね、家老の細川家っていうのが誕生しまして、それはガラシャの血統を引いてるわけです、評論家にですね、細川隆元さんっていうのがおりました、ね、あの家柄でありまして、あの家柄が実はガラシャの血統をですね正しく引いてる家柄であって、細川さんの細川森弘さんの方は実は間接的にしか聞いてないんですが、その評論家の細川隆元さんの家の細川さんは、ガラシャ直系であるという、まあ、そういう関係にあります、そして天正10年本能寺の変でこの時に玉子はですね、丹後の御堂のですね、御堂の味についに腹と書いてますが、腹を野原の野にちょっと書いてください、丹後半島のちょうど真ん中あたりになりますが、その地に幽閉された、まあ、御堂の幽閉って、まあ、よく言われていることがありまして、ただ丹波の国御堂説っていうのもかなり広く行われてましてですね、丹後の御堂じゃなくてですね、丹波の国の御堂だとこういう説があります。ただこれもちょっと下しがたいわけでありまして、それこそ光秀がおりましたら離縁されてそこへ行くっていうのは分かりますが、光秀は謀反人という形で全部相当されてますからですね、丹波の国にはもう明智のその痕跡とか勢力は全くないわけでありますので、丹波の国へそのやられるというのはこれはちょっと私としては下しません、ね、やられたところで行く場所はないわけですね、引く手がないわけ。それよりはやはりその忠興のもとにですね留め置いて、まあ、本来ならばもちろん離縁なんでしょうが、まあ、忠興がこの玉子にものすごく執着がありまして、ただ、まあ、表沙汰にはできないんで、この丹後のところに幽閉したというのが、まあ、これが一番素直につじつまが合う話ではないかなというふうに思います。で、まあ、細川親子はこの光秀の判断に対してですね、きっぱりと手を切りまして、局外中立の立場を取ります、ね、まあ、結局それが光秀が没落する羽目になったということは、まあ去年のこの本能寺の変のお話の時に、お話をしました。でそういう形で、玉子はですね御堂のところに留め置かれたわけでありますが、天正12年ですね、秀吉の天下になりますが、この頃に、玉子は幽閉を解かれて、大阪の細川屋敷に移ったというふうに言われております。で、大阪の細川屋敷は皆さんご承知でしょうか、玉造りですね、玉造りのところにですね、細川公園というのが今もありますが、そこに細川屋敷跡というのがあります。でまたすぐ横がですね玉造り教会ですね、玉造りのカトリック教会の大きな建物があるすぐ横のところに、細川屋敷、それからまた細川家 の, その井戸というのもありましてですね、この辺りだと、まあ、当時 の, 大阪城から言いますと、豊臣大阪城でいうと、まあ、三の丸というエリアになるわけでありますが、そこにこの細川家の屋敷があった。まあ、細川家の屋敷があったというのは、まあ、聞こえが嬉しいですが、要は江戸幕府のですね大名政策と同じことであって、要するに人質なわけです、ね、人質で、まあ大阪城では三の丸ですから一番外郭部分に当たりますが、そこのところに大名や大名 の, その祭祀を全部集めてですね、まあ帝翼人質というね形にしたわけでありますが、いずれにせよその現在、細川屋敷跡と呼ばれているその場所、玉造りのところであります。そこでもって彼女は暮らしていたわけであります。そ
そして、これが運命の天正15年でありますが、この時ですね、忠興は実はあの九州に出兵しておりました。秀吉があの薩摩攻めをするというのでですね、大動員をかけまして、豊臣三冠の諸大名は、みんなあの九州にですね、動員されていた。その間にですね、彼女がこのキリスト教に入信するという、まあ、そのルツを狙ってというのもちょっと聞こえがよろしくないわけですが、まあ、たまたまそういうふうな巡り合わせになったのかもしれません。で、彼女はあの人質の身でありますから、そう簡単にあの屋敷からですね、外へ出るということはできないわけですが、あのたまたまあのお彼岸の日にはですね、まあ、年にその墓参りのために、墓参が許されるという形で、出て、ね、そしてその時に、たまたまその教会のミサかなんかに巡り合い、それに触発されて入信した。まるで横にある玉造り教会がそれであったんじゃないかとすら思えるぐらい、もう本当に細川屋敷のすぐ隣にあります、ね、もちろん違うわけですが、まあ、位置的にはあのそのあたりに、彼女がですね、そのふっとですね心惹かれて入っていったという教会が多分あったんでありましょう、ね、それが15年で、九州から帰ってきました忠興はですね、その入信を聞きまして、もう激怒しましてですね、といいますのは、この天正15年の九州出兵のあと、秀吉はバテレン追放令ってやつを出すわけです、ね、まあ、これはいろいろ理由があるわけですが、長崎へですね、島津を征伐した後、秀吉があの長崎へ行くわけですが、長崎行きますとですね、もう完全にそこはもうキリシタンの天下になっててですね、まるで異国のごとくであると、でそこのあたりからこのキリスト教とですね、異国のこの何て言いますかね、スペインポルトガル勢力による侵略とかですね、まあ、そういうところに疑念が出てきて、バテレン追放令という話になった。この主の秀吉がバテレン追放令を出したその直後にですね、帰ってみたらあの自分の妻がキリスト教に入信してるってわけですから、これはもうびっくり仰天でですね、ここでも大いに揉めるわけですが、まあ、そこはあの、玉子はこれは譲れないという形でですね、癌としてそれを拒絶したために、忠興もついにそれに、まあ、承知したって言いますかね、承服したって言いましょうか、横暴な人間ですからね、忠興さんもね、簡単に許すはずがないんですが、まあ、彼が許すという以上はですね、やはりそれなりにそういう深い意味ですね、玉子はそう ならざるを得なかったということについての、理解というものがあったわけでありましょうし、私はやっぱりそこにですね、本能寺の変の影を感じ取るわけであります。まあ、あとからまた詳しくお話したいと思います。そしてその後彼女の動静はちょっとあの一般の資料としては分かりづらくてですね、慶長5年のこの最後にということになるわけでありますが、関原合戦であります。で、この関原合戦の時ですね、石田三成方はあの大阪城のその外郭部分にあります大名屋敷のその祭司たちをですね、これを人質という形で、全部この大阪城の閣内の方へですね、全部あの移し込んで、ね、それで、反対する党派の連中を、牽制すると、そういう目的でもって、人質の収監作業に入りました。最初にこの細川家がどうも狙われたようでありましてですね、まあ、それはあの細川忠興と家康との関係が非常に密接である、また細川忠興がそもそも三成と対立的な関係にあったというところからですね、細川家が最初にどうも狙われたようでありまして、そこで、このガラシャ玉子一行ですね、これをあの収監しようとした、まあ、それに対して、玉子と細川家の側がこれをその人質を拒絶しですね、そして、あの自ら命を絶ってその最後を遂げたということであります。その最後のところをもう一回考えてみたいと思いますが、まあ、大まかな流れはそういうことになります。でありますから、ガラシャの生涯というのはですね、本能寺の変とですね、関原合戦というこの近世史、戦国近世史をですね代表する二大合戦が
彼女の運命とかかってるわけです、ね。私はあの大河ドラマはですね、光秀を主人公すべきじゃなくてガラシャを主人公にすればですね、本能寺の変と関原合戦の2つが描けるわけじゃないですか。どうしてそこに思い至らないか非常にこう残念に思いましたですけどね、はい。以下ちょっと今度はあのより立ち入ってガラシャの入信の問題を考えていきたいというふうに思います。でとりあえずあの一般に知られているこの状況ですねはこの以下のようなことであります。で天正15年のことでありますが、お彼岸の墓参りにですね、この屋敷から出まして、墓参りをし、その墓参りの帰り道でありましょうか、その近く の, そのキリスト教会からですね、まあ、絶えなる音楽の音でしょうか、おそらくまあミサか何かをやったわけでしょうね、そのに惹かれまして、教会の中に入っていった。そこにそのコスメという名前の修道士さんがいて、この人がまあ司祭でありましたが、この人は実は日本人でありましてですね、このコスメ司祭といろいろこうお話をした、ね、キリスト教の考えであるとかですね、霊魂の問題であるとかですね、人間の死であるとかあの世のことであるとかっていろんなことをですね、彼女があの質問したわけです、ね。まあ、コスメは後々あの回想してですね、覚悟深くですね、そういう教義の本質について質問した女性をかつて見たことがないというふうに、この玉子のことを言ってるわけでありますから、まあ、やはり彼女が相当理知的でですね、そういう鋭い感覚の持ち主であったということが分かろうかと思います、ね。まあ、当然きつそうに思いますけどね、いずれにせよ非常にこう何て言いますかね、理知的な女性であったというふうに考えています。そうでしたですね、日本の女性にして核も、鋭敏な質問を繰り広げる人を見たことがないと、ね、いうこと。そしてその玉子はですね、もうめったにその屋敷から出ることはできないわけですよ、ね。まあ、まさにその彼女にとっては一期一会なわけでありまして、その場で直ちにですね、洗礼を受けたいと、ね、入信したいという希望を伝えたわけでありますが、しかしその相手のこの女性は一体どこの女性であるかも定かでない、ね。しかも身なりを見るにですね、相当なこれ高貴な身分の女性であるということを考えて、コスメも少しそれをためらいましてですね、また機会を新たにして改めてまたそれを考えましょうという形で返すわけですが、後をつけさせた、ね、その教会の小物にですね後をつけさせたところ、細川屋敷のところへ入っていったんで、まあ、さては細川家の奥方かというふうに知ったということであります。でその後この彼女はですね、このキリスト教に非常にこう心惹かれですね、そしてただその屋敷から出ることできませんからですね、コスメ司祭等に会うことはできない。で、自分の次女たちを使いましてですね、このキリスト教の教義をします。中で有名なのはこの清原マリアと称する人でありまして、公家のですね、あの清原の出でありますが、彼女ももうすでにあの改宗してですねキリスタンとなって、清原マリアと言ったわけですが、その彼女を通じまして、そのコスメ神父等のこのキリスト教の教義を聞きですね、そして、受洗するわけです。洗礼を受けるわけでありますが、あのこの天正15年が先ほど言いました通り秀吉のですねバテレン追放令ということがありまして、したがってこのコスメ神父たちもですね全部追放をされる恐れがある、ね。そうしますともうあの洗礼等を受ける機会がなくなってしまうわけなんで、そこで彼女はですね、急遽あのその神父らにこの洗礼のやり方を清原マリアたちを通じまして、その洗礼のやり方を聞きですね、そしてこの清原マリアを通じて間接的に、洗礼をするという形で入信した。洗礼名はガラシャという名前である。ガラシャはあのグラチアという言葉ですね、のイタリア語のグラチア、感謝するという意味でありますが、グラチアが、まあ、日本語ではガラシャという話になるわけでありましてですね、まあ、それが彼女の洗礼名となったと。
ですから全くこの天正15年1年の間にですね急遽起こったわけだし、そしてそれはあの、旦那の忠興さんが帰ってくる直前にまで、すでに行われていたということであります。そこでこの入信のですねその動機について考えたいわけでありますが、やはりこの彼女の中にですね謀反人光秀の女子としての負い目というものがありですね、現世に対する不信ですね、既存の宗教のある仏教に対する嫌悪って言いましょうか、従来の観念にとられない新しい世界観としてのキリスト教に彼女はですね非常に心惹かれた、ね、言ってみるならばキリスト教に入信することによっていわば人間として新たな人間に生まれ変わるというそういう願望が彼女の中にこの入信のですね動機としてあったのではないか、ね、新しい性の追求ということを考えたいと思います。そしてここからが私の論なんですが、実はですねこの入信動機にですねもう一つの側面がある、それはですねこの本能寺の変に対するキリスト教世界の独自の解釈位置づけとの関係にそれを見出すことができるとではないかというのがですね私の解釈でありまして、それはあのこのルイス・フロイスの報告書というのがあります。1582年11月といいますと、これはですねあの本能寺の変が起こりましてから4ヶ月後であります。本能寺の変はあの天正10年、つまり1582年の6月2日でありますけれども、これを西暦に直しますと、1582年の7月1日であります。でありますから11月というのはですね4ヶ月後です。もうまさに、もう事件直後のですね最も新しいところのその雰囲気を表しているわけでありますが、非常に長文の報告書レポートがですね年報という形のレポートがローマのイエズス会長宛に送りましたものが残されています。その見解は非常にユニークなものでありましてですね、そこに文章の非常に長いのがありますが、これちょっともう全部読んでるの長いんで、次のページのところにそのエッセンスだけを挙げました。信長はですねついに突如としてネブカドネザールのような傲慢ぶりを荒らし、死すべき人間としてではなくあたかも不滅のものすなわち神でもあるかのように諸人から崇められることを望んだ、世界の創造主で救世主であるデウスに期すべきことを己の手柄にしようとしたために、彼の身体は怪人となって地に帰し、その霊魂は地獄に葬られたんであると、こう恐ろしいことを書いてるわけですね。つまり要するに信長はですねデウスに逆らうような傲慢な振る舞いをした、故にこのデウスの怒りを買ってですね、地獄落ちをしたという、これがこのルイス・フロイスが書いてるこのレポートの内容になります。ということになりますとですね、光秀は単なる謀反人じゃないという話なんですね。つまりキリスト教的なロジックでいくとですね、それはまさにデウスの御業を助けたですね聖なる行いという、こういうことになるではないか。この、ルイス・フロイスのこの見解が果たして、キリスト教この当時の全般の見解であるか彼個人の見解であるかって、非常にこう、論があるかもしれませんが、しかし少なくともルイス・フロイスはですね、日本のそれを代表しているわけでありますから、こういう見解、ね、つまり信長は単に死んだんじゃなくてですね、デウスの怒りを買って、そして地獄落ちをしたんだという、こういう見解がなされるわけで、つまりそこにはですね信長の自己神格化というものがある、ね、信長はですねだん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 傲慢増長となりですね、ついにはですね世界を支配する人間として、創造主万物の創造主よりも自己は偉大であるとまでですね、公言するに至ったというふうにフロイスは非難してます、ね。フロイスはですねそもそも信長からは随分と恩恵を被ってます。実はこの長い報告書のさらにその前半はですねもっともっと長いんですが、ほとんどが信長に対する賛辞です。非難じゃなくてですね、
信長がいかにこのキリスト教の布教に対してですね、いかにその恩恵を与えてくれたかという、その感謝の念がずっと述べられています。感謝の念がずっと述べられています、ね、で信長はこう言った。世が生きている限りお前たちは心配する必要がない、ね、仏教徒から守ってやるしですね、お前たちのこのキリスト教の布教に対しては私が全て保証してやると彼は言ってくれたっていう、これも要するにあのサンタの言葉としてプロイスは抱えています。ずっと長いやつの8割方がですね、その信長に対する感謝とサンタの念を書いているように、最後の2割がですね急にガラッと変わってですね、彼はそのうち増長しですね、傲慢となり、ついにはですね神のごとくに諸神に崇められるようになったと、ね、ために真の神であるデウスの怒りを買って地獄落ちをしたんだっていうのがその最後の2割になります、ね、これはちょっと奇妙な話であってですね、いやそれはフィクションだろうって言って、現在あの日本の研究者もですねそれは信用するに足りないという議論はありますけれども、でも前半8割があれほどですね、サンタの念が書いてて、どうしてその最後の2割だけがですね、地獄落ちなんていう、そんなひどい話になるかというのは、やっぱりそれは、ただことだね。その信長が死んだということについて、そのキリスト教神学で説明する、まあ、あのキリスト教徒ですからね、神学的説明というのは当然必要になるわけですけれどもですね、8割方は要するに信長はキリスト教を保護しですね、多大な恩恵を与えてくれた、ね、なりましたら最後の2割をこの神学で説明しようとするならばですね、それだけの恩恵を与えてくれたがゆえにですね、邪悪な保守派仏教どもの勢力に睨まれ、その手先である光秀の手にかかって非業の死を遂げた、ね、キリスト教を保護し、奨励してくれたがゆえに、ためにその非業の死を遂げた、ね、まあ、一中言ってみれば殉教者であるという形で収めるのが自然だと思いますね。なんで急にですね、あの地獄落ちだ、魂はですね永遠の地獄じゃ、そんな無茶苦茶なんですね結論になるはずがないわけでありまして、なんでそういう無茶苦茶な結論になるかって言ったら、それはかなりの程度事実を反映するからそうだというふうに考える方が私は当然ではないかと思います、ね、つまり8割方は信長に対する感謝の念は示した、それは当然ですね。しかしこの信長のデウスを並みするこの行為は許せないというのが多分残りの2割に対するこのすごい評価だと思います。だから私はこれは決してその作られた話じゃなくてですね、信長の中にそういうふうなですね自己神格化、そういう増慢増長のですね、行為があったという、それが反映されてですね、このような表現になったと考える方が私は、自然ではないかなと思います。でちょっとその信長の自己神格化ということについても、まあ、あの少しこう述べてみたいと思いますがですね、まあ、かなりの安土城天守ですね、まあ、これはあのカラー版で見ていただくと、まあ、分かるわけですが、あのすごいもうその、黄金世界って言ったらいいでしょうかですね、天守の中がですね格も荘厳な天守っていうのは他にはないんですよ、ね、分かりますあのまあ、大阪城はあの鉄筋で作られましたがいいんですが、例えば姫路城行きますね、姫路城は確かに堅牢ではありますけれどもですね、こんな中がこの豪華絢爛なんてないわけじゃないですか、ね、うん、まあ、他にもあの現存十二天守ってやつが残ってますがですね、全部要するに殺風景なもんですよ。熊本城天守の1階ワンフロアだけにですね、あの天守、あ、失礼、藩主の御座の間っていうですね、床の間付きの一室がありますが、それワンルームだけですよ。他は全部要するに板張りであってですね、堅牢な作り、ね、まあ、姫路はもうそれすらないぐらいに全部殺風景なあの堅牢な作りでありますが、それが普通じゃないですか。この安土城だけが特殊なんですよ。安土城だけがですね、この豪華絢爛な要するに、内装を示しているわけでありますが、それはまさにその信長の人識を示しているわけであってですね、うん、あたかも言ってみるならば、もうこれは信長の宮殿というよりむしろ神殿といった方がいいんじゃないか、ね、つまりこの豪華絢爛な極楽世界のこの一番、てっぺんのところにですね、鎮座する信長はあたかも神のごとくにですね、世界をこう見下ろすような存在として、自分自身をこう意識していた、ね、
ね、私にはそのように見えてきます、ね、そこにちょっと書きましたけれどもですね、1575年、これ天正3年という年でありますが、越前の国掟というのがあります。これが書かれた時期というのは実は有名なあの長篠合戦の後ですね、長篠合戦でもってあの戦国最強と言われた武田騎馬軍団をですね、壊滅状態に追い込んだ、ね、まさにその信長のもう得意満面の時期です。でさらにその後ですね、今度は越前に行きまして越前の一個一揆を全滅させます。まあ、実に2万人と言われた一揆勢をですね、殺戮する、ほぼまあ皆殺しというぐらいの有様です。その直後に書かれたのがこの越前の国掟と言われているもので、まあ、家臣の柴田勝家に対して出したものでありますが、こう書いてます。何事においても信長申す次第、覚悟寛容候。とにもかくにも我々を数行候来て、影後ろにてもあだに思うべからず。その分に候来は侍の妙があって中級たるべし。自分のことをですね、神仏のごとくに敬え、私が見えるところにおろうが見えないところにおろうがですね、決して粗末に扱ってはならない、私のいるところに足を向けて寝るようなことをしては決してならない、そういうふうな私を尊重する心構えを持っているならば、侍としての永遠の繁栄が約束されるであろうという、これがこれでありましてですね、よくも抜け抜けと言ったわけですが、まあ、まるでこれはあの教祖様の託宣のごときに聞こえてきます、まあ、だからもう信長はですね、自分にその逆らうものはありえない、ね、自分に敵対するものは全て要するに滅び去るっていうふうなですね、そういう思いがいたわけでありますが、実際ですね、これ彼にはすごい実績があるんですね。武田信玄の最後はそうですね。武田信玄はですね、あの足利義昭の要請を受けて、3万の大軍を連れて率兵上京します、ね、それで甲斐の国を出まして、最初に信長の同盟者であります家康を三方ヶ原の戦いでもってですね、木っ端みじんにやっつけ、ね、そしてその勢いでもって三河を席巻し、それで尾張に入ろうとした時にですね、急に方向を転じて甲斐の国に入ります。つまりそこで武田信玄は急死をしたわけです。だからこの武田信玄はですね、まさに信長との対決を目前にして亡くなったわけでしょう。ところがもう一人いるんですね。上杉謙信です。上杉謙信、天正6年の3月なんでありますがですね、これ実に信長との対決の直前です。ちょっと簡単に経緯申しますとですね、天正5年の9月の戦いというのがありまして、これは加賀の国手取川の戦いというのがあります。これは信長ではなくて柴田勝家が全軍を率いて加賀の国へ攻め入ったわけでありますが、越後の春日山から出ました上杉謙信はこの柴田勝家軍に襲いかかりまして、これを国家未人に蹴散らしてしまいます。で上杉謙信のその力を示したわけですが、彼はその後そのまま追撃せずに春日山に戻りまして、そして越後の国の大動員令を出します。越後の国侍をですね、春日山城に参集しろと、ね、軍備を整えて参集しろという大動員をかけまして、まあ、そこでもって越後の国侍たちが陸賊として春日山に入ってきます。そしてそれの出発もですね、3月15日だったかな、3月15日が出陣というふうに定められたわけですが、その直前3月13日に上杉謙信は脳血で倒れてしまう、ね、この大動員とその軍事目的がどこであったかというのは、実はこれまたちょっといろいろ揉めてる議論があるところでありましてですね、上杉謙信自身の手紙によるならば北条攻めであると、関東の小田原の北条を攻めるというふうに書いてますけれども、情勢から見て北条攻めはありえないですね。やはり足利義昭からですね、上洛をして信長討てという、こういう義昭からの要請もあるし、それに対して上杉謙信は承知したというですね、義昭のその上洛命令に対して応諾するという手紙を出しますからですね、やはりこの大動員は信長との対決を目前としたもので、まあ、北条攻めというのはおそらく陽動作戦というふうに考えるのが妥当ではないか、ね、
だから直前まで上杉謙信はこの動員と出陣の目的を明確には実は話しないんですね。一部の手紙のみ北条攻めと書いているわけですが、集められている人間たちもですねよく分かってないけど、まあそれは当然にも、上洛作戦信長との対決だと、ね、いうことを考えたわけでありますが、まさにその直前にですね亡くなってしまう。つまり信長は戦国最強の武田信玄と上杉謙信というこの二人を対決の目前にして、ね、共にあの世に送り合ってしまった、ね、でありますから、この信長にはですね何がしかそういう神秘的な力があるというふうに当時の人々が考えるというのはもう当然であるでしょう、ね、今の社会でもねなんかこういうのありますとすぐ彼は持ってるとかなんて言うじゃないですか。サッカー あのゴールポストに一発二発蹴り込むだけで何か持ってるなんて言いますけどね、武田信玄と上杉謙信二人をですね共に要するに対決目前にしてあの世に送り込んでしまえば、これは当時の人々はですね信長はやっぱりたわもんじゃないと、ね、神であるという観念は、広く引くし、まあ、信長自身もですね自己に逆らう者はおのずから滅亡する自滅する、ね、そういうふうな考えを持ってたとしても全然不思議がないと思います。本能寺の変の時ですね、彼は本能寺にお越し聴衆ですね30人ばかりしか要するに護衛兵がいなかったっていう話があるじゃないですか。あとは使用人も含めて全部で100人ぐらいしかいない。信長の本来の護衛兵である馬回り衆っていうのはですね全部本能寺にいないんですね。邪魔だっていうんで京都の町のあっちゃこっちゃに分縮されてて、彼の周りにいたのはいわゆるその難色のお相手であるお小正衆30人しかいない、ね、もう不用心たる子極まりないし、そもそも安土から京都へその行く時すらその30人お小正衆しか護衛がいないっていうわけですよ。道中で襲われたらどうするんですかっていうわけですが、要は信長にはですねそのものはありえないと考えてる。もしそのような不届きな企てをする者がいたらおのずから滅亡するという、まあ、そういうふうな思いがあればこそですねあのような手薄な守りしかですねやっていなかったということに私はなるんではないかなというふうに思うわけでありまして、やはりこの信長のですねこの自己神格化という問題は、これは逃れない問題、重要な一つの史実として受け止めるべき問題ではないか。それに対してルイス・フロイスが怒りを込めてですね、このような表現をした、ね、だから信長にはキリスト教の布教については多大の恩恵を受け、そしてそれに対する感謝の念はざーっと書くけども最後のこの自己神格化だけは許せないというのが、このフロイスのこの表現ではあったのではないかなというふうに思うわけであります。でキリスト教会がそのような見解を共有していたとするならばですね、光秀は謀反人ではないですね、このデウスの御業を助けた聖なる行いであるというこういう解釈もなってくるわけです、ね。まあ、ただフロイス自身 の光秀はちょっとケチョンケチョンであってあんまり良くないんですけどね、光秀自身フロイス自身の光秀は、かなりなちょっとあまりな表現なんですが、しかしまあこの信長の自己神格化とそれによるデウスの怒りを買ったというこの見解はフロイスだけじゃなくてですねキリスト教会の間で共有されているかもしれない。そうした場合この光秀はですねこのデウスのこの御業を助けた行いである、これはガラシャにとっては私は大きな救いになると思うんですね。彼女の中においてずっと抱えてきた負い目とですね矛盾をこのキリスト教のこの神学が初めて要するにそれを解放してくれた、ね、そこに彼女がこのキリスト教へ入信する私は大きな動機があったのではないかと、まあ、そういうふうな、解釈をしております。まあ、これはあくまで要するにまあ私の仮説ですからですね、それのまあ裏付けはさらに今後ともですね究明されなかったらいけないかと思いますが、しかしやはりこの観点は見落としてはならないんではないか、そのように考えるわけであります。最後はまあ関原合戦の話になります。まあ関原合戦というのはですね最初に会津攻めというのから始まります。慶長5年は、まあ、ジャスト1600年でありますが、その6月ですね家康は当時大阪におりましたが大阪から出まして会津の上杉海賊との戦いに向かいます。
まあ、これは会津の上杉管轄が謀反を仕掛けているという、まあ、風文がありましたので、その上杉管轄を討伐するという理由で家康は出陣するわけですが、それに多数の豊臣系の武将が従軍をしております。まあ、これはこれでまた杉原合戦論として非常にまた難しい話になるわけですが、まあ簡単に申しますと、家康はですね、単に個人的に上杉管轄と戦うんじゃなくてですね、当時の家康はいわゆる豊臣五大老の筆頭という形になります。でありますから、この戦いは家康と上杉との個人的な戦いじゃなくてですね、豊臣公儀の名前でもってする天下の謀反人上杉管轄を討伐する、まあ、言ってみるなら公の戦い、だから家康軍は官軍なわけであります。豊臣公儀を代表する、つまり秀頼の名代、豊臣秀頼の名代という形でもって家康は出陣しますので、そこで多くの豊臣系の大名もこれに従軍する、もちろん徳川の兵士が従軍するのは当然ですが、それのみならずですね、豊臣系の多くの武将たちがこれに従軍するのは、これ全体がいわば豊臣公儀の官軍としての戦いだというところにあるわけで、で、まあ、多数のですね豊臣武将たちが動員をされます。で、細川忠興もやはりそのうちの一人という形でですね、行くわけですね。ところが下野国栃木県のですね小山というところに来たときに、上方において、石田三成たちが挙兵したと、ね、それでもって、家康はですね従軍している諸大名と協議をしてですね、上杉をやっつけるのを先とすべきか、それとも反転して石田三成をやっつけるのを優先すべきかっていうね、それを議論するわけですが、武将たちは一致して反転して石田三成をやっつけるべきだということを言いましたので、ここで全軍が反転してですね、そしてこの最終的に関原でもおいて石田三成方西軍と戦い、そして家康方東軍が勝利を収めたという、これが関原合戦の大きな流れということになります。で、今家康たちは豊臣武将たち細川忠興も含めてずっとこの陸族としてですね会津へ会津へとこう向かっていくわけですが、その時に上方において三成の挙兵があるじゃないですか、ね、そういったところ三成はですね、この従軍している多くの豊臣系武将たちを家康から引き離すために、ね、引き離すためにその武将たちの家族が大阪城の三の丸のあたり、その豊臣系の武将たちの妻子たちを全部人質として収監して、ね、でこの家康にと共に従っている豊臣系武将たちをいわばその身動きができないようにする、ね、牽制するという、まあ、これがつまり三成方のこの人質収監の意味合いだと思います。そしてその人質収監の一番最初に狙われたのが、まあ、三成と非常にこう対立、そしてまた忠興が新家康であるという理由からこの細川家が最初に狙われたわけです、ね。他のところがですね、人質収監に無抵抗で応じていたならば、細川家も、まあ、そこまで、ならなかったわけですが、細川家が第一号だったわけです、ね、ですから細川家の去就がですね、やはり非常にこう、まあ、世間の注目を浴びているといいましょうか、まあ、そこでやはりいい加減なことはできない、ね、まあ、細川家の矜持というものを示さなきゃいけないということで、断固として人質収監に抵抗する、ね、応じないという形で気概を見せようということが屋敷内で一致されですね、そしてガラシャも自ら最後を遂げたとなります。でガラシャの最後につきましては、彼女のもう一人の次女にですね、シモという名前の次女がおりました。シモってのはこの雪の降る霜、ね、霜降りの霜ですが、霜女と呼ばれている人がおりまして、この人が後年忠興の息子の忠利ですね、忠利に、聞かれて、つまり自分の母の最後はどうであったかということを忠利に聞かれたことに対して、その年老いた次女が霜と呼ばれている次女が、
報告したという、その覚書が今日に残されてますので、そこでその彼女の最後はどうであったかというのが分かるわけでありますが、まあ、その人質に習慣に応じるか応じるべきかというところで、屋敷内でも揉めるわけでありますが、タマコの方はですね、ガラシャはもう断固として拒絶するということで、その最後を遂げようとするわけでありますが、彼女はキリシタンでありますのでですね、自殺はできないという教えがあって、まあ、そこで、その家老の小笠原正斎と呼ばれている人でありますが、この人の薙刀によって、おそらく、まあ、胸を突かれるという形になるかと思いますが、それによって、絶命をした、ね、そして屋敷に火をかけ、小笠原正斎たちも後を追って、最後を遂げたという、まあ、非常にこう劇的な、まあ、最後を遂げることになりました。彼女の最後のこの自生の句というのがですね、残されて、これはまあ非常にこう有名な歌であります。散りぬべき時知りてこそ、世の中の花も花なれ、人も人なれとあります。この和歌はですね、切り方をちょっとご注意くださいね。よく間違えてですね、散りぬべき時知りてこそ世の中のと切ってですね、花も花なれ、人も人なれというふうに歌ってますが、これ間違いですからね。散りぬべき時知りてこそ、ここで切ります、ね、散るべき時知りてこそ、世の中の花も花なれ、人も人なれ、ね、これはあの和歌のですね、みそぎと文字を切る時の切り方にあのいろいろ流儀があってですね、こういうのは五七のところで切ります、ね、散りぬべき、ね、時知りてこそで五七でしょ、ここで切るんです。これを肉切れと称します。あの奥の場合ですね、五七五で切って、で七七というふうにあの読んでしまいます。つまり要するに百人一首のあのカルタ読みするわけです。全部やっちゃうわけですね。だからあの五七五で切るやつもあるんですよ。見渡せば山本勝む勝美かな、山本勝む皆瀬川か、夕べ秋と何思いけんっていうのは、これはあの三句で切れてますから、五七五で切っていいんですね。で七七でも百人一首やってますとですね、全部あの三句で切ってしまうんですよ。上の句はあの五七五で読んで、それでカルタは七七というふうになってましょう。だからこれはあの多くの場合やってますが、これやりますと、せっかく あの和歌のですね、あの味わいってやつがあの損なわれますから、二句で切れてるか三句で切れてるか、これ非常に大事だと思うんですね。でなんでそういうことを言うかっていうとですね、二句切れっていうのはですね、古今調なんです。三句切れは大体見て新古今調で新しい形、ね、だからほとんど要するに俳句になってくるわけですね。五七五七七でありますと、これ要するにレンガの形になってきまして、そしてそこから七七が消えて五七五の北句という形になって俳句になるでしょ。これ新しい形、本来の和歌、まあ本来にちょっとおかしいかと思いますが、あの平安朝に発達した和歌は二句切れなんです。いろいろありますけどね、この世は我が世ぞと思う、ね、この世は我が世、やはりこれも大事であってですね、散るべき時知りてこそ、散るべき時を知ってこそという、まず最初に強いあの英単があって、そして世の中の花も花であるし、人も人なれという、こういう形で収めているわけで、つまりこれはあの古今調なわけです。この当時の感覚からしましてですね、古今調の和歌がやっぱりですね、天下であるという、こういう感覚があります。だからやはりこの細川家もですね、こういう文学の家、和歌の家でありますんでですね、この当時一般になっているのはむしろですね、五七五七七型のですね、徘徊型の歌がもう主流になっているわけですが、あえてそういう古典の古今調の歌読みをですね、彼女もこの最後のところでしてる、ね、だからこの大したことないように思うかもしれませんが、実はそういうところ その切り方一つにおいてですね、やはりそういう何て言いますか、歌の心というのがありますからですね、これもよくあの心してあの味わっていただければというふうに思うわけであります。まあ、この自身、この歌自身、まあ、名歌としてですね、後世に語り継がれるだけの価値があるものではないかなというふうに思うわけでございます。大体あの私の話はあの以上でございます。
いかがでしたでしょうか。まあ、ガラシャの回収につきましてですね、まあ、ルイス・フロイスのその報告書というものを踏まえながらですね、まあ、私なりの解釈を加えて行いました。ところで、このガラシャの問題でありますけれども、まあ、今日はその学術的なお話ということで、やりましたけれどもですね、実はこの長岡西山の方面の地域おこしという活動も実は私どもやっておりましてですね、西山文化を語る会というものをやりまして、まあ、西山のいろんなこうエピソードであるとかですね、人物を取り上げながらですね、この長岡向こう市、それから、まあ、京都市西京区ですね、大原の桂坂というところが、まあ、ありますが、まあ、この地域 の、 活性化のために、いろんなふうな事業をやっております。その一環として、舞台作りということもやっておりましてですね、実はこのガラシャさんをテーマとします学劇ガラシャというものを、制作いたしました。来年の5月14日にこの長岡の記念文化会館において、上演する予定にしております。まあ、皆様方もぜひそちらの方にお足を運んでいただければというふうに願っております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、このリレートークの第2回目はですね、今度は福岡大学の山田先生にそれをお願いすることになっておりますが、まあ、山田先生のお話はですね、ガラシャ死後、ガラシャがどのように人々に受け止められたか、まあ、例えばそのガラシャ像というものがありますが、画像もいろいろありますけれどもですね、そういうものがどのように描かれ、そしてどのような変遷を遂げたか、そういうものを次回以降お話しいただける予定になっておりますので、そちらもどうぞお楽しみにしていただければというふうに思います。